カサスゲは単子葉植物、カヤツリクサカスゲ属の植物である。身近に生育する大型のスゲの代表的なもので、スガガサなどの材料として利用されてきた。北海道から九州までの平地に分布し、湿地や池の浅いところに生育して高さは1メートルほどにもなる。根は水中の泥に伸び、太い地下茎を横に這わせて大群落を作る。葉は細長く、 やや立ち気味に伸びる。根元の鞘は分解して、糸毛になる。晩春から初夏にかけて、家計を直して花をつける。家計はまっすぐに立ち、その先端にはオスコボがつく。オスコボは肺褐色で、細長い棒状。時々その規部に、第二のオスコボをつけることがある。オスコボの下の方には数個のメスコボがある。メスコボは細長く、柄は、ほとんどなく、立ち上がるか。 やや先が垂れる。下宝は緑色で先が尖ったくちばしとなり、その先端は外側に反り返る。輪片は下宝よりずっと小さく濃い褐色なので、下宝の根元に小さく斑点があるようにも見える。下宝は枯れると褐色になる。かつては水田やその間に走る水路、あるいはため池の周辺などにごく普通に生え、様々なングなどに利用された。菅傘や ミノ、特に傘は、この種で作られた場合が多い。傘サスゲの名もそこに由来する。また、地域によってはこの植物でしめ縄を作る。これらの用途のために特に、傘サスゲを専用に育てるための水田が確保された場合もある。近年は、このようなミングが使われる機会が少なく、需要が少なくなり、また、水路や水田の回収によって、生息環境も減少し、 少なくなっている。他方で自然に近い形の河川回収が言われる中、カサスゲをそのような用途に使うための研究や試みがなされている。禁煙種には次のようなものがある。この他に、オオカサスゲやアカンカサスゲなどがカサスゲの名を持つ。いずれも湿地に生える大型のスゲであるが、この2種はいずれもオスコボが複数ある点で本種とは大きく異なり、 別の死にされている。この子を、主に、斉藤 P131 から133、斉藤 P138 勝山、P355、P366。ありがとうございます。